今回紹介するのは、恋愛と贅沢と資本主義、漫画学術文庫という本です。資本主義が発展した理由金を使うことによって資本主義はぐんぐん伸びたのです。無駄に贅沢に、お金を使お。う。大社会学者マックス・ウェーバーの最大のライバル、ゾンバルトの代表作。 恋愛と贅沢と資本主義フランス革命前後のフランスを舞台に繰り広げられる贅沢と謝真。ある時は女子の気を引くためにある時はライバルより切符の良いところを見せるため無駄遣いが何を生んだかたっぷりお楽しみください何か得したのかも元ネタとなっている本は なかなかお堅い本だったんですねネタ本も知らずになんとなくタイトルが気になって読みましたが気軽に読めました普段は絶対に読まない本をサクッと読めたと思うと何か得した気分です今晩あたりおデートでもして散財しましょうかね昔、小室直樹さんというちょっと個性的な学者がいました東大ハーバードみたいなすごい学歴なんですが 汚い四畳半に一人暮らしみたいな感じの人でよくマスコミに登場して今でゆいじられるという扱いだったかと思います。その人が雑誌に書いていた「使え」「とにかく金を使え」「娘を売ってでも使え」「嫁も売れ」「金を使え」「そうすれば景気は良くなる」という趣旨の文章がとても印象に残っています。 経済の基本的な原理がパッと分かった気がしたのです。諸説あるのかもしれませんが、金を回すことが景気の良さにつながるというところは変わらないと信じています。で、このゾンバルトさんです。小室さんのネタ元だったんですね。知らなかった。女性の絵がかれ方が気に入らない人がいるかもしれませんが、私はふふふと笑ってしまいました。見やすい絵と面白いストーリーで、 さらっと読めます。それでいて本質的なところは外していません。ぜひ買って読んでください。気に入ったら2冊3冊と買ってください。日本の景気が良くなるかもです。エミ以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。